万年英語しゃべれない大人たちがペラペラにペラペラやり直し英会話やり直しねトルなんですよ、ねうん、そんな前、うん、昔触れた英語をもう一度本当に使うため、うん、話すための英語をやり直しましょうってそんなあの思いでねこの実践的な英語ってことです、はい、ね。はい 大コレイングリッシュ、Here we go。はい、大コレイングリッシュ。今回の話題は、はい、電子書籍を出版しました。はい。次は僕のその英語の、えー、英会話の身につくその道筋が見える、うんえー、電子書籍、えー、おめでたいことに、えーはい、ご報告がありまして、はい、その Amazon の、うんえー、ランキングで、はい。 2つの部門で1位を取りましたイパパパフパフパフー Congratulations! レイさんも英語でで <Congratulations. S 1> <laughs> そう複数言なんですつですからね。ううん、おめでとうっていう。これ長いから <laughs> ちょっと話題変わってきてるけど。コングラッツってね。コングラッツ。 言ったり書いたりするんですけどもありがとうございますえっと英語の部門そして言語学の部門っていうエリアで今回出版のランキングに入っていまして実はねその両方で1位を取ることができましたすごいよねうんアマゾンのねキンドルでキンドルってあのね電子書籍の読むやつでもちろん読めて iPhone とか iPad もちろん普通のパソコンでも読めるんですけども、はい、今回いろんな方に手に取っていただき、はいえー、リ,リリースしたこの、えー、本なんですけどもタイトルが「こんなタイトルです万年し英語しゃべれない大人たちがペラペラにペラペラやり直し英会話」というタイトルなんですよ。 これ僕、ずっとね、うん、あの最近大人の方向けにオンラインで英語コーチをやってる時に、はいはい、やり直し英語、ねうん、やっていきましょうって結構使ってる言葉なんです。大体みんなほら学校のね、あのね、ー、あ 試験とかあるからその時一生懸命やるじゃないですか。で試験に合格したり単位が取れたりしたら「あやった」っつってあとはもう喋る機会もないし会社入ってもちょっとちょっとぐらいですよね大体ねそうすると大体ね車の免許証あれを取る時って。 学校行って教習所で勉強するじゃないですかで免許取れましたど、はい、んな人もいるじゃないですか、うん、そう,そう,そうもうすごいいいポイントをレイさんれてくれてるペーパードライバーになっちゃって、うん、僕なんか嫌々免許取ったのに、うん、乗ってみたらす すっごい楽しくて年間6万キロ以上乗ってました <laughs> ねレイさんドライブ、ね、好きで好き好き一緒に撮影でねこう、うん、レンタカーでも、ね、連れてってもらったりしてますよねあのー、昔の学校の取り組みって暗記なんですよね、うん、なんか覚えてそれ覚えてるかなっていうところが中心なので、うん、知識があっても実際に使うっていう、うん、その免許は取りました、うんね、あの覚えましたってとこだよねそれが。でも乗らなきゃ すななる。喋れ<う>なかったら、うん、話せなくなっちゃう。で実は日本人って学校の間にその話すための取り組みをしたかって言ったら、うん、ほぼしてなかったりするんですよね。 なんかこう英語教育力入れてるとこだとネイティブの先生もいてなんかそのアクティビティでで使ったりなんか発表とかで頑張ってやったりしてるねあるケースもあるんですけども大体、そんなに喋るようなことやってないのでそんな前昔、触れた英語をもう一度本当に使うため話すための英語をやり直しましょうってそんなあの思いでねこのサイ実践的な。 はい、やり直し英会話ってタイトルにしています。うん、で、僕のあの思い。あのミッションと思っているところのね。言葉があって、はい、日本人がもっと英語が話せる国民になってほしい。はい、そして、その、えー、日本人が日本の魅力を自分の言葉で伝えてほしい。はい、日本っていい国だなって僕らもね。うん、あの感じているところね。ままたね。コロナ落ち着いて。 観光客の皆さん来ますよね。その時にあなんかあのー、こういうとこがいいよ。みたいなことをやっぱ自分たちの言葉で言えるようにね。するいいでしね、うん。してほしい。うん、もっと交流がね。増えてくると思うんですね。はい、そこで準備していきましょう。そんな思いがあって、この本今回。 出版していますで、えー、本をね <laughs> ぜひ読んでねっていうところではあるんですけども、はいえー、内容のこう概要としては、はい、こ,れこの本を読むと英会話習得の迷いが晴れて、うんえー、話せる人になる道筋が見えます。はい つまりなんかどうやってやろうかなっていろんな本があったり英会話スクールがあったりやり方いっぱいありますよね。はい、ググればなんか無料のなんかあったり、はい、YouTube でもいろいろ勉強できたり、うんうん、えなんだけど本当に使えるようになるにはこういうス,ステップが必要ですよっていうことで実は本の中で「HOP!Step!JUMP!」って3つの段階。<laughs> <laughs> 最初はホップ こっちこっちちょっとなんか僕そういうねノリ <laughs> 好きかもしれないですけども「ハ、はい、ップステップジャンプ」そう歌詞に出てくるもんねじゃあその、えー、段階を踏むこう取り組みってね、はい、まず大事なのは今現状がどういう状態なのか、うん、レイさん英語今ねじゃあい 僕とこうハローって話すとどうぞハローハローハワイユーこういうまでやり取りして「Where do you live?」とかって聞かれたら「Where do you live?」でこれですぐ瞬発力的に今どこに住んでますかって聞いたので「I live in 豊洲」とかねそう言えるかどうかその口にパッて出てくるかどうか これ現在の英語力の把握なんですね。会話の場合ね。これででも分かりやすすいテストですねそれが例えば今、ね、すぐ反応できなかった耳からいきなり聞いて文字で見てなくてね、うん、捉えられるかそういうところの練習法として HOP、うん、の部分では、えー、しゃべる練習が1人でできるリズム英語。はいあ これもダイちゃんが開発したんですよね<う>僕ねそういうジャンルがあんのかと思ってた、うん、リズム英語って言葉でね僕がその開発した練習法は、うんうん、Thank you for letting me know Thank you for letting me know Thank you for letting me know こうやってねあの押し出されるように <laughs> こう言っちゃうと、うん、自然に出てくるよ、ね 今自然に出てきましたねそのノリでまず口自分の口が英語の口になるように、はい、ちょっと練習すするんですね、うん、でいきなり外国の人と話したり「はい本番やります」ってしないで、うん、マイペースにこう口に出す練習をすると「はい、あ英語ってこんな感じ」あ「自分の声でこういうふうにしゃべってる感じ」とかその話す感覚を身につけるっていうのがすごく大事なんですね。はい それがホップステップジャンプでも、はいまあ、ホップの中にも細かい、ね、階段があって、はい、それを一個一個上っていくとだんだん、ねうん、ネイティブのベイビーたち赤ちゃんたちがこう、うん、やっぱり時間をかけて身につけていくように、はい、大人のぼ、ね、僕たちもあの大人なりの,その英語習得の段階を踏んでいくって大事なんですよね。はい、日本人の大人人人ののの大大でですすいいいきなり、えー、ネイティブの人みたいに英語が喋れる大人ですっていうのは 急な変化でね、はい、身につくところにたどり着かないで挫折してしまうことが結構、はい、あの出てきちゃうんですよね。はい、でこれね本当に効果的なところ、はい、レイさんもちょっとねリズム英語今スって出てきましたよね。はい <laughs> 継続がすごく大事で4月から学生の皆さんと僕ねまたあの英語を一緒にやってます週1回の取り組みの中でもそうやってリスニングを鍛えるためのちょっと練習をしたり一緒に音真似で話してもらったりっていうのをちょこちょこやっていくともう学生の学生の中でもあなんか先生ちょっと喋れるようになってきましたとか英語の なんか雰囲気分かってきましたとかリスニングがなんか前より聞こえるようになりましたってもうあのコメントが来てるんですねそれってすごく僕嬉しいし何よりも嬉しいのは本人がそれを実感することあなんかちょっと聞けるようになったかもねなんか英語ってずっと分かんないみたいなんじゃなくてあなんか分かったかもあでも全部が全部分かるんじゃないんだけど。 今できたかも。みたいな。その小さな地震とか、うん、小さな喜び <laughs> そういうのがないとつまんないじゃないですか。じゃあこう英語の賭博金になろうってことですね。うん、そうなので僕のポリシーとしてはもちろん。 この本でねその全体の流れを見て今自分はどんな状態かなじゃあそこで取り組むのどうしようかなっていう時に、まあ、僕は英語コーチとしてねあの一緒に伴走できるようにあのオンラインでも教えてますし、えー、やっぱり楽しくね,そねあのやりつつ、うん、自分の目標ってみんな一緒じゃないんですよ、うん、例えば私は、えー、海外旅行に行きたいよ私はもっと、ねあのー、こういう友達がいて。 ね、こういうところの場面で話したいよ。映画をもっととか、うん、かるように見たでどうしても日本にいると英語って使わないじゃないですかそもそも。はい、その環境がないので、うん、例えば6ヶ月とかで、うん、自分が英語をずっと維持してうまくなり続ける英語体質、はい、英語の環境を作っていけるところも僕はね あのコ,ースあのコーチングの方ではね、うん、お話ししてるんですけども、はい、そんなエッセンスがいっぱい詰まった電子書籍、はい、今回ねアマゾンの方から、えー、購入していただくと3つの特典があって<お>その特典がまた面白くてね <laughs> みんながよく聞いてくるようなあるあるの質問例えば私、うんあのー、そうやって映画の、えーねあのー、英語 聞けるようになりたいんですけどどうしたらいいですかとかなんかそういうちょっとした皆さんのあるある質問に答えていたり、うんえー、文法レイさん得意ですか、はい、全然文法もねちょっと一つ課題ですよね、はい、文法の本当に基礎の基礎の部分がわかるようなチェックリスト、はい、そしてさっきやったみたいな自己紹介がこのテンプレート使えばすぐ 身につくよっていうような特典もありますので、はい、ぜひ書籍をね、えー、<laughs> 手に取り <laughs>、えー、一回ね、まあ、んそんなに時間かからずにねさーっと読むこともできる、はいうん、楽しい本になってるので読んでいただけたらと思います。れ、はいレイさんも、ね、僕と取り組んできて、えー、英語ねやってきてますけどもちょっと口がこう少しほんのちょっとね、うん、でもね前よりは ちょっと変わったんじゃないかと、うん、目標がねペラペラになりたいとかねすごいネイティブの人じゃなくて日本人なんだから、うん、日本人がまずちょっと使える英語にな,りなろうねみたいなところで口が動くようにはなってきてますか少しうんはいまたね <laughs> 一緒に今後もまだこれからもずっとありますから、ねうん、このコーナーで一緒に鍛えていただき、はいはい、リスナーの皆さんもね実はこれ大きな え積み重ねになっていきますのでね一緒に取り組んでもらいたいなと思います。